昨年インフルエンザのワクチンを、受けた方でも流行しなかったというところで、インフルエンザのワクチンを接種したことがちょっとこう無駄のように感じたかもしれないんですが、今年はどうなるかわからない。確率は低いながらもインフルエンザ流行の恐れはあると話すのは、新潟大学大学院医歯学総合研究科小児科学分野の斉藤昭彦医師です。2018年からのインフルエンザの報告数を見てみると、一昨年までは12月から4月に多く見られていましたが、新型コロナウイルスの流行が始まった去年2月から急速に患者が減少。1年8ヶ月ほどまとまった報告がない状態が続いています。その要因は、新型コロナ対策として普及した手指衛生やマスク着用、3密回避、国際的な人の移動制限などがインフルエンザ予防においても効果的だったことと、オーストラリアなどの南半球で去年夏に流行せず、日本に入ってくるウイルス量が限定的だったことなどが考えられています。しかし、ネパールとかインドとかパキスタンなどですけれども、これらの国々ではインフルエンザがこの秋に流行しています。日本に来ると流行する可能性はある。また、1歳未満の乳児が感染すると、肺炎や細気管支炎などの重篤な症状を引き起こす RS ウイルスが、今年の春から夏にかけ予想に反して大流行。これまでのシーズンと比べると約2倍以上の患者さんが出ています。ですので、全くそのシーズン、これまでとは全く異なるパターンで流行し、しかもその流行が非常に大きかった。インフルエンザにおいても予想外の流行が否定できないとして、斉藤医師は今できる積極的な予防法であるワクチン接種を強く勧めます。乳児は当然マスクできないですし、それから幼児もマスクはできたとしてもそれが不完全であったり、手指衛生、手洗いなどもなかなか難しいですよね。ですから、そういうふうな感染対策が十分できないというところからも、インフルエンザのワクチンをしっかり接種して、そして、それで予防するという姿勢が必要かと思います。重要な点は、免疫の機能が十分でない、特に5歳未満の子どもは、命に関わるような合併症を引き起こす恐れがあるということ。後遺症を残してしまったり、中にはお亡くなりになる患者さんもいらっしゃいます。ですので、そういうふうな致命的な感染症がインフルエンザではある一定の割合で必ず起こりますので。そして、昨シーズン感染者がほとんどいなかったため、今シーズンはインフルエンザに対する集団免疫が社会全体で落ちていることから、大人の接種も大切だといいます。インフルエンザに対しての感受性の高い方々は相対的に今社会に非常に増えてますので、万が一流行が起こった場合に、感染がわっと広がる可能性がある。現在、新型コロナウイルスの感染者数は落ち着いていますが、もしもこの冬、第6波とインフルエンザが同時に流行した場合、病床が逼迫する恐れもあります。インフルエンザと新型コロナ、どちらかのワクチンを接種してから2週間後に接種可能だということです。インフルエンザの抗ウイルス薬というのは存在しますけれども、決してその合併症を予防するとか、そういう効果は認められていません。ワクチンを使ってしっかりと免疫をつけて準備しておく、そういうことが今必要なのかと思います。12歳以上はインフルエンザと新型コロナ両方のワクチンを接種し、感染予防に努めることが重要といえます。